はい、どうもたてがみでーす。今日のテーマはこちら行ってみようと思います。それがこれです。どどん4つの動きで思考の強化ということで話してみようと思います。最近はですね。僕らの思考って。 そそもそも動きななんじゃないですかみたいな新しいタイプの脳理論の話とか前回とかだと動きを使った方が覚えやすくなるそれって何でなんですかみたいな話とかそういう動きと僕らの認知とか思考とかそういうものに関わる話を発信していってるんですよねその中でも今回は思考の強化に動きってのが使えるんじゃないですかっていう研究の中で代表的な4つの動きの種類っていうものをご紹介しようと思いますそれじゃあいってみよう はいということで早速話していこうと思うんですが思考の強化に動きを使う研究ではこの4つの種類の動きっていうかそういうものが思考の強化に使うものとしてあるんじゃないですかっていうふうに言われてるんですよねその1つ目一致した動きそして斬新な動き自己言及的な動き隠輸的な動きっていうものがあってそれを今回1個ずつ紹介していってみようと思います早速まず1個目ですね一致した動き っていうものでこれどういう動きかというと思考の内容を体で表現するとそうすることで芽生えたばかりの知識を効果的に補助することができるんじゃないですかっていうふうに考えられてるんですよねまあ、皆さんもね教育番組とか子供向けの番組でゾウさんは鼻が長いとかねブラキオサウルスは首が長いとかね子供たちがこう踊って体を使いながらねその動物の特徴を覚えるみたいな そういういいのって見たこととあると思いますけどそれと似たような感じで読んだ文章を体で実際に真似るとか算数を体験的に学ぶとか例えば床に数直線を引いたり階段とかを使って子供にね1を足すっていうのはこの階段を一歩ずつ上がることだよってで2を足すっていうのは1段飛ばして階段を 上がることだよとかそういう風に体を使って足すとか引くっていう算数の概念を教えるとかそういうイメージなんですけどそういう感じで数字と動きってのを結びつける練習をした子供は算数の高い知能とスキルが身につくってことが分かってるんですよこういうことがいろんなことに言えるんじゃないですかっていう,ふうに考えられてて思考と動きを一致させると具体性から抽象性への移行が しやすくなるそういうメリットがあるんじゃないですかっていうふうに言われててこれはデジタルの世界でもそういうことが確認されててタッチパネルを操作する時の動きが教えられる内容と一致してる時よりうまく学習学べるっていうことも示されてるみたいなんですよね。まあ、この一致した 動きでで僕らが一番身近に感じるのは多分ソロ版とかですね実際数字を動かした時にそろばんの球をこう動かしたりして暗算が得意な人も頭の中でそろばんを動かすようなイメージを持ってたりされる方もいるみたいなそういう動きがまず1個目注目されてるってことですそして2つ目斬新な動きっていうことでこれどういうものかっていうと これまで経験したことのない身体的な動きを通じて抽象的なコンセプトを理解しやすくなるんじゃないですかっていう話なんですよ。これはですね、人間が最も効果的に問題を解くことができるのは、与えられたシナリオの中に自分をイメージできる時ですよね、みたいな話があって、そうなった時にまあ、結構問題になってるというか、指摘されがちなのが物理学みたいなね、そう物理的に。 経験したことのない動きはどうすればもっとよく考えられたり教えたりすることができるんだろうっていうことがまあ教育の中でも結構テーマになってて物理学を専攻した学生が意外とそれを理解できてないんじゃないですかとか従来みたいに重力とか光とかエネルギーとか目に見えたり実際に体験できないことを書いてある教科書の文章だけで教えるそういう昔ながらのやり方ってどのくらい効果が上がってるんですかってことは結構言われてるんです そんな中です、ね、心理学者のシアンさんという方が小道具を使って物理現象を体験してもらう学生さんのグループと他の人が体験しているのを観察するグループに分けて調査したっていうのがあってその結果では自分でで体験したた学生の方ががテスト高高得点を取っって理解力も高かったっていう結果が示されたんですよさらにですね体験した物理現象を考えるように指示された学生の脳を スキャンした場合っていうのも直接的に体験した学生の方だけ動きを制御するる脳の領域が活発になっていることが確認されたんですよねまあ、こういう結果から新しい動きを体験できた人のみ自分の経験にアクセスできてより深く正確な理解をすることができたんじゃないですかみたいなことが 言われててるってことなんですよねだから学びの中で今まで体験したことのない斬新な動きっていうのを実際に自ら体験してみるっていうことの重要性も指摘されてるってことなんですよ。そして3つ目自己言及的な動きっていうのも重要なんじゃないですかって言われててこれどういうことかっていうと自分の体を知的な活動に 取り入れるよようなな動きってことなんですよ、まあ、歴史的に有名な例を挙げるとこアインシュタインさんが相対性理論の研究中に実際光に乗っている自分っていうのを想像したりしてその理論を考えていったとかポリオワクチンを開発したジョナスさんっていうのも自分がもしウイルスとかがん細胞だったらどうなるんだろうみたいなそんな感じで概念とか 現象とかを考える時に自己言及的な動きを取り入れる自分の体を知的な活動に取り入れるっていうのが新しい目線を生んだり創造性を高めたりそういう思考の強化に役立つんじゃないですかと自分の体で表現した様子を想像することから恩恵を受けるんじゃないですかっていうことがいろんな研究で 示されててるってことなんですよそういう調査の結果から言われてることは新しい知識を自分自身または経験と結びつける自己言及的な行為っていうのは 接着剤のような働きをすることとが分かってるとこれは実際大学レベルの高いレベルの教育の中でも導入されてるみたいで例えばある大学の授業とかでは体を使って自分自身がエネルギーになったとしてこれを考えてみましょうとか他の大学でも人間の染色体が分裂していくこ分て ステップっていうのを自分自身の体とかね隣の人とこうくっついてとかねそういう風に体を使って自分の体で自己言及的に表現して学ぶとかそういうことが取り組まれてたりさっき2つ目で言った斬新な動きみたいに道具とかを使って新しい体験をするのも効果的なんだけど実際に操作するのが自分の体である場合っていうのは学びはさらに深まるんじゃないですかっていうことを 調べられた研究者の方とかもいて自分自身の体っていうのを知的な活動に取り入れる効果とかメリットっていうのはたくさんあるんじゃないですかっていうことも注目されてるみたいですそして最後4つ目が的な動きっていうことでこれが結構面白くて体を動かすことであるメタファーい、まあ、えば比喩表現みたいなものが表現している状態に心が入っていくように 促すような方法と実際に動くことで動きと共通点になる思考を経験しやすくなるんじゃないですかみたいな面なんですよね。 これだけ聞くとちょっと意味がわからないというかイメージしにくいと思うんですけど実際に行われた創造性に関連した比喩表現を実際に体を使って表現するとクリエイティブなマインドになれるんじゃないんですかっていう研究があって英語には枠組みにとらわれずに考えるっていう意味のある ThinkingOutsideTheBox っていう、まあ、直訳すると箱の外で考えるっていう言葉があるみたいなんですよそこで実際 なるべく創造性豊かなねクリエイティブなアイデアをできるだけ多く考えてくださいっていうタスクを被験者に課してその被験者が箱の中で考えてもらうパターンと箱の外で考えてもらうパターンで比較した時に箱の外の方が平均で20%多くクリエイティブなアイデアを出しましたよとか他にも複数の可能性を 考慮しているっていうことを意味するオンワンハンドオンズアザーハンドっていう、まあ、直訳すると片方の手では他方の手ではっていう言葉があるんですけど複合ビルの斬新な使い方を考えてくださいっていうタスクをこう片手だけ差し出したように伸ばしながら考えてもらったグループと伸ばす腕をこの言葉通り交互に 変えてもらったグループを比較したらこの複数の可能性を考慮していることを意味する言葉の動きを隠有、まあ、的な動きとして取り入れた交互に手を伸ばしたグループの方が50%多くバラエティや創造性に富んだアイデアを出したっていうことだったみたいなんですよね。では、まあ、日本語にもありますけどこうアイデアが出なくなったりちょっと思考が行き詰まっちゃったみたいな。 そういういことをまあ行き詰まるとか型にはまるっていうふうに言うんですけどスタンフォード大学のダニエル・シュワルツさんの調べによるとこの行き詰まるとか型にはまるのまあ逆の行動ですよねウォーキングしながらの方が創造性が高まるっていうことがまあシュワルツさんの調べで分かってるとさらにこれとは別の研究でも固定化された直線よりもこう曲がりくねった自由なルートの方がクリエイティブな思考プロセスでの強化する そういう力があるんじゃないですかっていうことを示唆するような研究もあるみたいですはい、ということで今回は4つの動きで思考の強化ということで思考の強化に動きを使う研究の中で注目されている4つの動きっていうのを主語を紹介してきましたまあ、動画の中でも話したんですけどねソロ版みたいなね頭の中だけじゃなくて実際にこう石を 動かして計算とかを練習した子供の方がそういうのをしてない僕たちよりフラッシュ暗算とか見た時にピッ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 なんとかなんとかってねこうすごく上手に暗算ができるようになってるみたいなことはまあ僕らも体験的に分かると思うんですけどどうしても僕らのイメージの中では何かを学ぶ時にこう歌ったり踊ったりゾウさんゾウさんとかねキリンさん首が長いみたいなねそういうことをしながら学ぶのは 子供幼い子がすることで大人とか難しい勉強っていうのはその方法とか概念が書いてある本とかをねごじっと座って読んで理解するっていうのが高いレベルの学びなんだみたいなそういう思い込みがあるんですけどご紹介したように学ぶこととか理解することとか深く分かることっていうのを 探求するんだったら体験的であることとか動きっていうのを大人であってももっと取り入れてまあ言ってしまえば幼い子どもがいろんなことを学ぶために使ってる方法論みたいなものを大人の世界とか大学の講義とかでももっとガンガン取り入れていった方が効果が高いんじゃないですかより思考を強化するんじゃないですかみたいなことに注目が集まってそれを実践するような教授とか証明するような研究とかも増えていってるっていう 話でしたまあ、そういう動きと僕らの認知についてはもう数本ですねまあ、例えばジェスチャーの話だったり、まあ、運動すると脳の中でどういう変化が起きてるんですかみたいなそういう脳科学的な話とかももうちょっと上げていこうと思いますのでそういうのが興味あるよって方は是非チャンネル登録や高評価よろしくお願いしますということで縦紙でしたまたお会いしましょうバイバーイ